はい、どうもこんにちは、トヨンです。もうね、本当に気持ちがこう、もうここが標準値だとしたら ここら辺な感じなんですけども、本当にね、こういう風にビデオの前で何かを喋らないとストレスが発散できないかなと思って動画を撮っております。東京から姫路までサンライズエクスプレスという、寝台特急に乗ってまいりまして、今ここ大阪なんですけども、でそれで姫路から大阪まで普通の電車在来線で来るっていう動画を撮ったんですよ。それでですね、まあちょっと編集をしまして、でまあやっとできたと、3日ぐらい編集の時間かかりましてやっとできた。僕基本的にですね、 YouTube に上げるための動画をフォトライブラリー、 iPhone のフォトライブラリーに保存もしているんですけども、なんか容量がちょっと足りなくなっちゃいまして、ちょっとビデオがいっぱいあって消さないといけないとなりまして、ちょっといらないビデオ消そうと、 iPhone こういう風に持って、よしこれ消してこう消してこう消しとこうって、でなんかああいうのってまとめて消せるじゃないですか。なんか消す時に選択って選んで、こういう風にやったら そこがなんか一気に消すことができるみたいな。でもいろいろあってめんどくさかったんで、もうすごい消したんですよ。そしたらですね、寝台特急に乗った時の動画が一緒に消えちゃいましてね、なんか普通にこういう風に消したと、はい消した、さあ保存しようと、ビデオがございませんと、何のことだと思いまして、その編集した動画を見たんですよ。そうしましたらですね、データが見つかりません。あー、これは消しちゃったんだなと、やっとそこで気づいて、もう今世紀最大に落ち込みましたよ。もう本当にあれは何とも言えない感じでしたね。もう消えた瞬間、もうあ消えたぐらいしか言えないんですよね。本当にもうデータ消えちゃった、ははみたいな。本当にそうなるんですね、人間って。本当に失望した時は。でまあね、こういう風に動画を撮って入ります。もういいや、もういいと思いましてね。ちょっと川に来てます。もう川の様子でも見てね、心の癒しにしようと思いまして、はい、今日はちょっとそういう動画を撮ります。はい、まあね、冬なので葉っぱも花も全部散ってます。なんというか切ないですね。データと一緒に葉っぱも消えたんですかね。はい、こちら川です。これ多分大川っていう川で、多分淀川からつながってんのかな。まあね、決して川の水が綺麗とは言えないですけども、なんか釣りしてる人もいましたよ。なんかちっちゃい船みたいのが釣れてきたねっつってリリースしてましたけども、これ川魚って基本的に食べれませんよね。なんかこういうところだから、東京とかでも荒川とかでよく釣りしてる人いますけども、あれ絶対食べれないでしょ、あれどう考えてもね。えなんか鯉みたいなやつ釣って どうするんですかね、あれリリースするんですかね。はいはいはい、こうなんか書いてありますね。タバコのポイ捨てやめてえな、あんた自分で掃除するか、結構しんどいでやってみるな。はい、公園を愛する市民、まあそういうことなんでしょうね。タバコのポイ捨てやめてえなと、違います、タバコじゃないね、これデータのポイ捨てやめてえなと。もう本当にね、なんかもうこのまま川に落ちてもいいのかな、さすがにそれはまずいか。
やっぱりこういう風に川を見ながら歩くっていうのも、久々にこういうことやりましたけども、いいもんですね、こう飛行機が。結構ここですね、伊丹空港に近くてですね、飛行機がすごい飛んでるんですよ。そう、だからまあ飛行機はよく見れますね。はい、本当にですね、今回撮ったあの消えたデータの動画はですね、もうずっと前から準備してまして、半年前ぐらいかな、そうなんですよ、本当に半年前ぐらいから準備してる動画で、もう僕それであのちょっと鉄道好きでですね、やっぱりそういう乗り鉄みたいなところがあって、そういうのを乗るの本当にワクワクしてですね、もうこれはもうサンライズエクスプレス乗ったらもうこれ動画になるっつって、もうすごい前から準備しまして、本当にチケットとか取るのすごい大変で、ね、本当一瞬で消えちゃいましたけどね。ちょっとこんな感じで川の動画を撮ってますけども、見てる皆さんはなんだこいつとね、こんな川だけの動画見たくない、早くブラウザバックして面白い YouTube の動画を見よう。分かってます、自己満足です、これ分かりますかね。こういう風に動画を撮ってるとですね、こういう時にまあ見てる側はなんだこいつはと、こんなクソしょうもない動画誰が見んだと思いますよね、やっぱり。もちろんまあですけど、そういう風に動画を撮ってる側からすればですね、これを YouTube に上げれば世界の人が見てくれるとね、ちょっと謎の気持ちになれるわけです。ある意味薬物と同じですね、こういう風にね、あの動画中毒ですもんね。もう本当にこんな意味わかんないことしか言えないぐらい気持ちが落ち込んでるんですよ。あー、また飛行機来た、飛行機本当いいな、近くない、なんかここら辺は観光船みたいなのがすごい通るっぽくて、船がいっぱい浮いてますけども、はい、あー、まあいいや、本当に。まあ僕もともとね、あの自己満足のために動画を上げてるので、だからその本当に小中学生の YouTuber っていっぱいいるじゃないですか。で、なんかその中でも本当に YouTuber を目指してる人は、まあ別にそれはそれでいいと思うんですよ、僕は。あんなにすごいね、その楽して稼げるもんじゃないしみたいな、なんかそういう YouTube は YouTuber という仕事に対して、なんかやっぱりね、大人たちからはなんか変な、もう変な仕事だみたいに思われてると思うんですけども、まあ僕はそれでそれはそれでいいと思うんですけども、昔はね、本当に僕初めて YouTube に動画上げたのが小学本当に4年生とか3年生とかの時で、その時はまだ YouTuber という仕事はまだ全然なくて、僕も知らなくて、まあでもあったら多分目指してたと思うんですよ。でもですね、もうさすがにこれくらいになりますと現実が見えてくるんですね、本当に。だって本当に1年で売れる YouTuber なんて数人しかいませんからね、その中に自分が入れるなんてありえないじゃないですか、もう普通に考えてね。なんでまあ、はい、だから僕はなんかいろんな人になんか YouTuber に将来なりたいやつみたいな感じでおそらく見られてるんでしょうけども、無理だと思ってます。別に目指してもないですし、もし本当に目指してるんだったら毎日投稿もしてるでしょうし、はいね、とてものどかな風景、そして
落ち込んでる変なやつね、ギャップが素晴らしいなこれ。はい、ということで本当にクソしょうもない動画でしたがね、まあなんか興味本位でなんか変なやついんなとか思いながら見てる人がいたらありがとうございましたということで、はい、これ落ちないな。